交流電流を全波整流した脈流交流電流を半波整流した脈流平滑回路に通したリップルの残る脈流電圧の谷の部分をコンデンサ等からの放電にて補っている。脈流とは流れる方向が一定で電流、電圧の大きさに周期的または不定期な変動を伴った電流のこと。脈動電流とも言う。通常は 交流電流を整流することで脈流が作られる。交流を直流に変換する整流回路中の脈流は平滑回路と呼ばれるコンデンサとチョークコイルによって波形がなだらかに成形されることで直流に変えられる。平滑回路で覗ききれなかった波形の乱れはリップルまたはリップルと呼ばれる。半導体技術の進歩によって交流から直流などに変換する電源回路に 従来型の変圧、整流、平滑という回路技術を使わずに、半導体をスイッチとして使用し、入力電流を出力側へ高速度で、オン、オフしながら伝えることで所要の電流、電圧を得る、スイッチング電源回路が一般化してきている。この回路でも平滑回路は使用されているが、切り替えの時間単位が、マイクロ秒近くのためコンデンサーが非常に小型で済む。 スイッチング電源回路でも平滑回路で覗ききれない波形の乱れが残るが、これはリップルやスイッチングノイズと呼ばれる。身近な整流、平なめ回路を持つ機器には AC アダプタが挙げられるが、これらの多くは二次電池の充電や比較的単純な機械類の動力など、それほど電圧の安定性を要求しない用途に適し、その多くは 脈流やリップルを残した波形の出力特性を持っている。交流電源から完全な直流電流を得るには安定化電源装置などの精度の高い専用の機器を用いる必要がある。以上の回路中に現れる平滑前の電流がすべて脈流である。負荷短子間の脈動成分を減らすために出力短子間に挿入するコンデンサである。静電容量が大きく。 抵抗負荷電流が小さいほど、コンデンサからの放電が緩やかになり、脈動成分は小さくなる。AB 電気主任技術者国家試験問題平成16年度第3週。ありがとうございます。